はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。あかん、ちょっと最近ちょっと調子悪いな、挨拶の。まあいいか。はい、ということで本日なんですけども、皆さんわかります何か。これで気づいた方は、僕の動画をすごく見てらっしゃる方ですね。ん?なんて?ん?いや、違う。え?そうです。メンバー見てください。いつもと違うんです。そうです。本日のリアルタイム対戦の内容なんですけども、いつもと違うメンバーでリアタイやってみたです。はい。これ多分ね、他の方多分やってないと思うんですけど、僕のね、いつものメンツと全く違うメンツです。まあ、ロペス選手は最近ちょっと入部してるんですけども、まあ、ちょっとね、代打の方は使わないでおきます。なので、ここ下ベンチは見ないでいただきたい。レギュラーメンバーです。これほとんど多分リアルタイム対戦で使ったことないんじゃないですかね。まあ、吉川尚輝選手は巨人の純正で出てますが、山田おいおい選手とか僕ほとんど使ってないんでね、右打者限定のリアタイの時以外は。いや、あの時も浅村選手やったんじゃないかな。はい、キャッチャーも森選手ですね。投手陣はちょっといつもの投手でやらせてください。いないんでね。はい。なのでね、ちょっとね、今回、このメンツでやっていきたいと思います。どうなりますかね。右打者多いんでね、まあ、一緒か、半々ぐらいか。うん、まあとりあえずちょっとやっていきたいと思います。長くなければ2試合やりたいと思います。はい、ではやっていきましょう。ちょっと待って、防御率崩壊してるわ2点台やってんけど、ほぼ。うわ、ちょっと待って、伊藤さんいいな、ライトまずくね。あ、ピッチャー、ほんでダルビッシュ投手あまり使ってないですよね、多分僕撮影で。ちょっとダルビッシュ投手行かしてもらいたいと思います。結構ね、ダルビッシュ投手最近ね、なんか若干打ちにくいなと思い始めて、ちょっと使いたいなと思いまして。まあ、この辺のスラーブとかね、結構引っ掛ける方いるんで、有効的なんですよね。ナイスボー。ほら。ナイスフィールディング。ごめんなさい。フィールディング。さあ、ストレートは打たれるかもしれないので、シングルファーストでちょっと調子見ましょうか。山田、おいおい選手はインコース低めが見えないんですが。ちょっとカットボール投げてみよう。どうやろ、振ってくるかな。これ振ってきたら見えてない。ちょ、もう一球投げるわ。うわ、見えてるな。どうしよう。この辺のスラブとか打つんかな。よし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 、これなんすよね、ダルビッシュ投手。ストレート怖いな。ちょっとストレート投げてみようか、一回一球。どうやろう。まあちょっとギリギリボールになってもいいわ。ナイスボー。じゃあもう一回スラブね。相手の方名人やったんでね、多分そこまで一筋縄にはいかないんですよね。うん、やっぱ見切ってくるよな。どうしよう、スプリット。これストライク入ったらまずいけどな。あっ、あぶねえ。何待ってたんやろ今。もう一球スラブ。うわ、分からんスイング今のは。ああ、もう一球投げるわ。この辺高めとか意外とね、これストライク入ったらいかれるけどな。ああ、うわ、ぶねえ。打ち損じくられた。え、ボールやったんかな。さあ1番西川選手、塁出たら盗塁したいと思います。特殊能力全部ついてるんでね、ラインドライブとか出てくれへん。うわ、えぐ。しかも相手菅野投手やし、やば。ちょっと集中しよう、また無言タイム入るかも。よっしゃー、ヒューヒュー。さあ、盗塁します。1球目から盗塁しますよ。やば。今の結果ぐらい、けど足速いからね。よっしゃ、いいね、この機動力野球。さあ、3番森選手。うわ、これバントしたいな。森選手、やば。全然あかんやん。チャンスつけてるんですけどね、特殊能力で。スローカーブ結構対応してくるな、この方。珍しいタイプですね。タイプってポケモンみたいな言い方しましたけど、ごめんなさい。よし、次ストレート、ワンシーム。うわ、マジ珍しいタイプです。うわ、珍しいタイプ、すごい珍しい希少種。うん、そうなんですよ、絶対来ると思った。一球は絶対ワンシーム来るんですよ。やば、機動力破壊してるわこれ。さあ、ロペアン。うわ、タイピンついてるな。連れです。あはは。え、ちょっと待って。失投ってさ、なんかホームラン打てない仕様になってますよね、コナミさん。え、どういうこと。ちょっと待って。お、もう諦めてる。いつもと違う。来た、オーターニさん。ショーヘイ、オーターニ。諦めてるわ。ハイフライボーセントフィールド。ビッグフライ、オーターニさん。さあ2試合目です。ちょっとね、先発 CC なんですよね。レモンじゃないですよ、 CC なんで、ちょっとね不安なんですよね最近。けど僕 CC が先発ローテーションに入りつつあるんですよ。なぜかっていうと、コントロールプラス要所丸なんですよね。要所抑えるんですよ CC って。まあいいや、さあ行きましょう。これね、コントロールついてるんでね、ビタビタ決まってくれるんですよね。でツーシームとかね、
ここもね、これボールかな。お、入るわ。そうでしょ。もう一回投げよう。鳥谷さんやん。相手の方打率4割超えてたんでね、ちょっと外角投げてみよう。外角ほんま投げたらダメですよ。けど CC コントロールついてるんでビタビタ決めるんですよ。こういうことっす。スライダーとか投げたら振りそうやね、この方。結構何でも手で勝ちの方こういうスライダー振るんよ。ほら、ただね、ああいうギリギリのところって、お、山田大雄選手はインコース低めが見えないんですけど、いやけどね、ストレート頼りやなこいつと思われたらまずいんですよね。うわーきつ、もうねこれ見切られたら結構 CC きついっす。取って、頼む頼む頼む、せいやちゃんとせいや変えていいっすか。変えます変えます。はい、ポイントここじゃないんで、いつもと違うメンバーでリアタイやってみたなんでね、ポイントはここじゃないんですよ。別にピッチャー駆使していいんです。クシャーです。はい、おやばマジ、おナイス、守備適正いい。うわー来た、左バッターレンチャン来た。これあ、ちょっと待って、うん、あーカットボールやと思ったんでしょうね。松永選手マジで強い。さあ機動力野球やっていきましょう。あーなんで出えへんのかな、選球眼が。ミート力上げたいんやけどな。千賀投手 OK。 まあ何張ろうかな、ストレートかな、フォーク超えるでしょ、これ超えたらラッキー。よしよしよし、三塁行くんじゃん、足速いから。いかんか、三投しようかな。あかん、それは舐めすぎ、うん、フォークだけ注意して、フォーク振らんようにしよう。これよ、これ振らないと。相手の方さっきフォーク打たれたからストレート投げてくるよ結構。これはね、2球フォークはないんちゃうかな、カットかストレートやろな。カットやったね。こういうとこ配球読んでいくとこもね重要ですよ。縦スラ、まあ縦スラは反応できるからな。さあ次のバッター誰ですか。チャンス出て、ナイスチャンス、ナイスチャンス。こういうとこなんですよ。森選手めっちゃ欲しいわ、 A ランカーと極みにしたい。森選手結構打ちやすいんですよね。そうで、さっき多分縦スラ打たれたからストレート、カット、超えへんなこれは。あ、超えるわ、結構飛ぶな森選手。さすがパワー83の同値やったな今ミートと。さあ6ペアン、4番6ペアン。さあここもコールドで終わらして2戦連続コールドと行きたいとこっすね。出たー、けどパワー比出そう。あ、でんか、1球目結構ねツーシーム入りがちなんですよね。僕はスプリットから入るんですけど、ほら1球目ツーシーム入りがちなんですよ。皆さん気をつけた方がいいよ、マストン使うときは。うわー早いんだよ、早いんだ。次スプリット来るかな、うん、で多分スプリット2球連続っていうのはね多分ツーボールなんで、うん、ないんすよね。で次もう一回ツーシーム来るから見といて。ほらね、いやあかんて、危ねえ、足遅いで大丈夫。さあ大谷さん、ここでホームラン打ってコールドにしたいですね。ツーシームかな、うわースプリットだった、初球スプリットから入ってきたね。しかもあんまり落ちんかったな。うわちょっと待って、今狙ってたのにタイミング早かったんかな。おー危ねえ、次ツーシームスプリットやった、しかもあんま落ちんかった。さあ鈴木誠也選手、鈴木誠也選手地味に育ててたからね僕。 OK、 ただ2900なんよね、特殊能力上げてるんやけど。うわーここでストレートか、うまいな。あかん、さあ山田大雄選手、ここで僕インコース低め見えたらレギュラーとして使うよ。見えてます僕はよし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 。さあ松田選手、松田選手特殊能力上げてないよな。新しい選手、松田選手ゲットしたら僕特殊能力上げます。通信よし、これ帰ってコールド頼む、帰って、ナイスナイスナイスラナイスラ、よっしゃーってことで2戦連続コールドということで、まあいつもと違うメンツでも僕は強いですよというところを見せたところで終わりたいと思います。ビッグでした。